別に協力するつもりはないんだけど。ん？食べ物くれるの？どんなの？どんなやつ？怪我をされた方はいらっしゃいますか？私がすぐに駆けつけますよ。セリカよ、言っとくけど私が一緒になる以上真面目にやってよね。ミレニアム学園、音瀬小玉先生の声が聞こえたのでここに来ました。えへへ、お祭り運営委員会の静子です。これからよろしくお願いしますね、先生。え、ああ、はいはい、そうですよ、営業用のセリフです。ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。最高のご奉仕をお約束し、ご主人様へのご挨拶といたします。本の中の物語のように私たちの物語が始まります。説明や解説が必要なら私に任せてください。別に協力するつもりは。説明や解説が必要なら私に任せてください。小さいからって舐めないで。自警団任務の延長ですね。奥様登場。今回の実験の被験体はどこだ？小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。
ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。時系団任務の延長ですね。ごきげんよう。あ、説明や解説が必要なら、レッドウィンター連邦学園初期中のお出ましだ。光栄に思うがいいカムラッパ。オクソラアヤネです。今頃だと予測して待ってた。先生が私の名前を呼んでくれる今この瞬間を。本の中の物語。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。小さいからって舐めないで。ゲヘナ学園旧時系団任務の延長ですね。ごきげんよう。あ、ごきげんよう。あ、ゲヘナ学園給食部の。こんにちは。ごきげんよう。こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。私の名前はハカリアツコ。先生は